れ様でした。お芝居中は2回出る場面があったんですけど、お芝居中は全然客席の方見れなくて、実はで、その最後のカーテンコールで出た時にお客様がぐわーって見えて、なんかお客様みんな笑顔でいてくださって、あ、なんか今まで作ってきたものがこうやって発表できてよかったなってすごい思いました。これからも最後まで何事もなく終われるように頑張ります。